はい、そとごもりプレイスです。ごめん、イズログです。まあ、今日はね、なんかこう、オープニング明るい感じでやりました。まあ、どうでもいいんだけど、まあ、今日の作業っていうのを、まあ、いろいろ作業スペース、これから散らかるんで、それの片付けっていうか、動線を考えた上で物を動かしていく、そんな感じの作業ですね。で、ここはですね、もう本当に物がごった返すんですよ。なんでかって言ったら、ここ単管パイプでもう一回風除室っぽい屋根は作んないといけないんで、で、これあとカーポートも作んなくてはダメですね。はい、で、あとここら辺は全部埋めます。なただのね、で、まあ、ここら辺はとにかくきれいにしておきたいですね。ここにあれ単管パイプな、なんだろう、あれを立てたい、足を立てたいんだ。だから、どうすかな、ここに、まあ埋めて、まあ埋めちゃうか。埋めちゃうか。それが単管パイプじゃなくても、廃材のあれで、廃材のね、組んだ枠に、あれは木で組むの重いな。木で組むのが重たいから、やっぱり足場のあのジャッキで仮組みして、そこへ仮組みしたやつごとセメントで固めようか。それがいいかな。足場をちょっとフラットにしないとだから、ちょっと土を持ってこようか。だから土を掘ろうか。そんな感じで。はい、まあ一応ここに土持ってくるのは、ここは道路側の、まあ駐車場の予定地ですね。で、ここもですね、まあ3センチから5センチちょっと地面を低くしないとダメなんですね。なので、これ土のう袋買ってきて、土のう袋に土入れてますね。じゃあ、まあ、なんていうか、ほんと地面高いんですよ。もともとこれ、買った当初、ここには柿の木と、何の木があったっけ、山ツツジと、まあいろいろ4、5本木があったんですよね。だから多分木がある分、土が多かったんですよ。で、多分家庭菜園やるのに、いろいろ土は持ってたんでしょうね。まあ、この動画で右側のドアの下あたりにちょっと薄い流し角見えるんですけど、あれが通風口です、床下の。で、ちなみにこれ土を落として、ようやく通風口が見やすくなった感じです。ちなみにこの動画での土を、もう削るっていう作業、これ2回目ですね。はい。なんで、去年のなんか床下浸水の動画あったんですけど、あれの時はもっとこう、排水口がですね、排水口に土がかぶってたのか。しかもその、今ネットで塞ぎましたけど、ネットの金具がですね、もう錆びて朽ちてなくなったんですよ。これ勘弁してほしいなと思って、雨水がもう全部流れ込むんですよ、床下に。だからもう床下びっちゃびちゃで、もうどうもこうもなかったっすよね、去年。だからもうその時に比べれば、まあ、めちゃくちゃ良くはなったなって感じっすよ、本当に。まあ動画見てもらえればわかりますけど、まあ俺もちょっと動画、いつだったかちょっと忘れましたけど、去年、床下に雨が降るたび、こう水が入ってきて、でも水浸しだった時代があるんですよ。もうその時も若干半パニックってて、これどうしたらいいんだよ、これどうしたらいいんだよっていう動画があったんですよ。
で、やっぱり何がまずいのかって言ったら、この建物が建ってる土地の概要っていうか履歴かな。法務局に行くと、もらえる紙があるんですよ。金払ってまで。なんで金払わないとくれねえのかっていう。眠いな。なんで金払わないとくれねえんだよっていうのが土地の概要書みたいなのがあって、ちなみにこの僕が買った物件の一帯はもともと水田でした。で、しかも市街化調整区域外です。なので、まあ見捨てられた土地ですね。まあ栄えることはないということなので、まあ、当時はここまで民家がね、できるなんていうことはなかったんでしょうね。で、どんどん時間が進むにつれて、土地の中で隣にですね、製材所ができました。で、製材所ができてからは、まあ、まだ良かったんだろうけれども、製材所を作った人が、経営から退いたタイミングがあるんですよね。で、そのタイミングで経営する人が、に事業譲渡をしてるから変わったんですよ。で、その後はまあ、なんだっけな、僕の前の家主、この家の持ち主は、同じ町内の他のところに自分の家持ってたんですよ。で、この家っていうのはもともとは休憩所だったんですね。はい。製材所で働く人の。でも、これが増設をせざるを得なかった、どうやらきっかけがあったんですね。残置物処理してて、この動画のナレーションと撮る、吹き込む2日だか3日前になんか書類出てきたんですよね。まあ、秘密ですけど。言っちゃった。で、なんか、この家の持ち主がここに住まざるを得なくなったっつう期間があるんですよ。で、その期間っていうのが、まあどうやら、自分の住ん、その前の持ち主が住んでた家ですね。どうやら火事で全焼したらしいです。で、新築を建てるのに、じゃあどこに身を寄せるかとか、住むのかって考えたときにここに住んでて、その時に水道管を通したようです。だって住めないから、インフラないって。だから結構ね、複雑なんですよ、この家。そもそも人が住むように作ってもいないけれども、ちょっと一時的に住まざるを得なくなったがゆえに、水道管を入れて、まあ、便所はもちろんボットンだったらしいですね。下水管、汚水管を引くって言ったら、やたらめったら金かかるんで。で、その時まではそれだけだったんですよ。で、新築の家ができてからその人がいなくなって、それからは空き家になっていたそうですね。で、時間は流れて、そのも、もともとの家、この家の元の持ち主が死んじゃって、じゃあ息子がそれを相続してどうするかっていう時に、まあ、賃貸にしたらしいですね。で、賃貸にしたはいいけれども、まあ、借人が逃げちゃったと、4日ぐらいで。で、しかも、その賃借人のために、トイレと、お風呂をリフォームしたが、まあ、その金の元が取れなくて困ってる。で、その時に俺が50万で買って、まあ、それがまあ、助けに船だったらしいですね。まあ、そういう、すげえ複雑な、いきさつのある物件ですね。まあ、よくもまあ、ここまで俺も解き明かしたよなって感じですね。で、この家、まあ、今やってるのは、柿の木を切ったところですね、去年の動画で。まあ、根っこがまだ埋まってるから、まあ、どうもこうもめんどくさかったですね。根っこって生きてるもんですね。はい、いろいろ、作業のカメラ止めたまんま、カメラを
動かすの忘れてて、こんな感じか。結構ね、土を取ってる最中です。これどうせ塀壊すから、塀壊した時に道路側に土が出るのめんどくさいから、今ここの土削って道路と同じ高さにしてて、でこの土は今玄関前の単管パイプを作るための場所に撒いて、またそこの土を地面をレベルを鳴らすか、それかあれだね、納屋の中に入れます。ちょっと結構納屋周りがね崩落してしかねないから、ちょっとあれもどうにかしないとダメだね。はい、まあ今回こんな感じですね。袋と土ですね、換気口にで床下に水が流れないようにしました。こんな感じで頑張ってるよい、バイバイ。